はい、皆さんこんにちは、 JJ1XTG 総長です。今日はこれです。初歩のラジオ、1974年6月、なんとですよ。はい、さあ皆さん、1974年っていくつぐらいでしょう。僕は中1ですね。はい、というで、この初歩のラジオの6月号をお誕生日のプレゼント、還暦祝いにいただいたので、見ていきたいと思います。まずはもう表紙からもう、はい、来ました、カートリッジ。これなんだって皆さん思います。あの、今の子たちはこれなんだって絶対想像もつかないと。カートリッジ、うおー、もう最初からあの驚きますよね。さあ、後波トランシーバー、よくこれは見ましたけどもね、通信系型のね、後波無線、皆さんどうでしょうか。僕は全く記憶にないですけども、この形はよくねありますからね。出た、これはもう3話の測定器、これ今もね、そうですね。この頃の一つの話題っていうのが、オーディオですよね。レコードプレイヤーとか、アンプ、プリアンプ、はい、そういうものでしたね。で、トランス、これ音が変わるとかね。平田電機。さあ、これはどうでしょう。コックピットの憎いやつ。これはなんだ？これはかっこいい。受信機だね。こんなのこの時代からあったんだ。これ。僕はね、一つマイクというものがすごく興味があって、マイクをね、やっぱりこういう、いろいろ見て買った覚えがあるんですよ。まあ、2500円とかね、中学生のお小遣いレベルで買える、カッパマイクだって、ファースト。さあ、目次を見ると、あ、こんな感じだったんですね。さあ、皆さん、懐かしんでくださいね。はい、さあ、それでは次行きましょう。このカタログでね、このパーツを、まあ、秋葉とか行けないんで、いろんなパーツをこう見ながらね、エリックセンターとか、はい、そしてこの地方のラジオとなんだ、海外ニュースとかあってね、こういう、ドイツ心臓センター、超近代病院って。こういういろんなものがこう見れたよね、これね。おやおや。美女も驚くスピーカー。美女は驚くんですからね。これは驚きですわ。これ、ちょっとなんでこれ今の形じゃんと思いきや、これ下にこうぶら下げるタイプね。今のように、頭につけるんじゃなくてね。これイヤホン、どちらかというとね、ヘッドホンって書いてある。あ、ゼンハイザーですね、この時間。ギョ、ヘッドホンがいいか、ヘッドホンかイヤホンか。あはは、ゼンハイザーのヘッドフォンだ。いやー、憧れのゼンハイザー。はい。さあか、これギョってなっちゃったんだ、これでな。ヘッドフォンかイヤホンか。でかい、ね、ごついのがヘッドホンと思いきや。なるほど。はい、散水ですね。この辺はもう高級なものなので、当然中学生の僕としては全然見て指くわえてるだけでしたよね。あ、アンプだよね。そうだ。これアンプだよね。はい。FET でアンプを作ってるとね。はい。出たー！ 100 ワット新型プリメインアンプ。これもね、もうアンプっていうのも一つのね、私のターンテーブルね。おー、やりましたね。はい。これは何でしょう、クラブ。無線部でしょうか、科学部か。はい。こういう風に学校のですね。はい。ワンちゃん何でも訪問。あ、こんな感じで。あ、これ見るとやっぱりこの、もう、このコンソールね、ミキシングタクですよね。この、こういうものっていうのは好きだったな。この、16チャンネルの、2インチ。まあ、こういう感じで、録音スタジオ。ですね。この辺から今日、影響されてるんだかもしれないな。はい、日本電子専門学校。
百人町にあったんだ。新大久保ですよね。さあ、トリオ、北 TS520 ワールドマップ塗りつぶせ。かっこいい。いやー、今見てもかっこいいや。いやー、今見てもかっこいいというわけで。はい。さあ、どうです。欲しいですね。はい、次。さあ、同じくトリオ。はい、これはもう、あれですね、これはあれだ、F、ラジオ、なんつうんだっけ、ステレオレシーバーって書いてあるね。新発売。レシーバーだって。ねえ。あ、パイオニア。いや、もうね、このスピーカーっていうのも一つね、これはたまんないですね、スピーカーね。こうやって見ながらね。はい、どれが買えるかな、お年玉でどれが買えるかな。お年玉とかもらってもまあ1万円がせいぜいでしょう。だからこの1個、このウーハとついたセット8000、6400円とかこの辺でしょうかね、手が出るのはね。出ました、この前これ僕ツイートしましたけどね。いや、たまんないですね、これはね。僕はこれはセガンで買ってもらった覚えがありますよ。ビッグベンの鐘の音で始まる BBC。 実はこの鐘の音、 BBC の時報として使われ、おほほほ、ローカルがやってますね、ワイヤーズですね。実はこの鐘の音、 BBC の時報として使われ、全世界にロンドンから生中継で放送されています。そういえば時たま鳩の鳴き声が聞こえたような気もします。さあ、信頼ある角田無線へ。行きてえなあ。ラジオセンターないか。はい。さあ、アルフメタ黒マスクで新登場って。黒マスク。はあ、これね。はい。アルフメーター。ん？ツーバンドトランシーバー。こんなのでね、人とこう会話するっていうのは夢のような、あれですよね。ハム入門者にぴったり。いやー、こういうステレオもうちょっと欲しかったよね。二交通、これ有名ですね。次。初回金で送る通信販売。いやー、初回金で送ってもらいたいね。買えないから。いやー、これは、二交通販。お、わずか1ヶ月で卒業。これは？電波学会。東京電波学会の通信講座。速習可能な新講座。おー、制作技術ね。ジャンク1。あー、中野無線パーツ。これはあれですよね。秋葉のお店ね。さあ、スピーカー欲しいなー。どれが欲しいかなー。スピーカー。もう、とにかくこれ一貫してますよね。宣伝が。あ、これパーツね。ないからパーツをここで頼んで、ちょこちょことね、こういうの好きでしたね。皆さんいかがでしょうか。うわー、これ佐藤電機。こういうところでこんなパーツをこう探しつつ、デジタルクロックロジックをマスターしよう。あ、デジタル技術がこう出てきて、このロジックをマスターするとね。はい、きっと行こうって感じですね。いや、これは夢ですよね、これね。花とか飾っちゃってね、これね。はい、こんなとこからいい音楽が流れてきたら最高ですよね。はい、いや、もうまだまだ部品ガイドのあれですね、本の。これね、一個一個ちゃんとね、読みながらね。はい、欲しいものだらけじゃないですか、これ。もう男子のこれ心をくすぐりまくるようなこの広告ですよね。6月1日は電波の日ということで、この BCL 過去海外放送専用受信機。アマチュアバンド専用。
19,500円。こういう何バンドにもなってるラジオもいっぱいありましたよね。はい、はい、真空管、これね、真空管、まあ、真空管あんまり興味はなかったんですけど、好きな人は好きですよね。専門学校、これね、学生たくさん見、これ見てますから、ここに学校誘って行った人もいると思います。怪しいスパイセットみたいなやつ、いいなこれ。はい、トランス、これはもう大人の世界なんでしょうね、これはね。はい、同じよ。さあ、ここまでとりあえずは今最初の数ページですけれども、はい、広告が終わりました。さて、本編に入っていきます。次でお楽しみに。